東京高等工芸学校の高尚東京高等工芸学校は1921年に設立された旧制専門学校。東京高等工芸学校本館、東京高等工芸学校の制服第一次、世界大戦後の高等教育機関増設政策で設立された理立高等工業学校の一つであるが、1914年に廃止された、 東京高等工業学校工業図案課を継承する工業学校と美術学校との境界領域を共有する専門学校として設立された。工芸を中心とした専門学校としては京都高等工芸学校に続くものである。創立時は本課に工芸図案課、同工芸彫刻部、金属工芸課、木材工芸課、印刷工芸課を設置した。 第二次世界大戦中に東京工業専門学校と解消されたが空襲で校舎を失い千葉県松戸市に移転した。戦後、学生改革で新生千葉大学工芸学部となった。同窓会は千葉大学工学同窓会と称し、旧制、新生工動の会である。1914年、東京高等工業学校の工業図案課は、 東京美術学校図案課に併合されて廃止された。工業図案課長だった松岡久氏はこれを遺憾とし、図案、応用に関する工芸高等教育機関設置の必要性を訴えていたが、ちょうど文部省の高等工業学校拡充施策に合致し、その中の一校として実現することとなった。千葉大学の人物一覧を参照。東京高等工芸学校は、 東京市芝区新芝町の高知で発足した。第二次世界大戦中に東京工業専門学校と解消した後、空襲で校舎のほとんどを消失し、戦後の1945年10月、本科第一部は千葉県松戸市岩瀬の陸軍工兵学校跡に移転した。松戸高知は、後進の新生千葉大学工芸学部に引き継がれ、1964年7月に、 現在の西千葉キャンパスに移転するまで使用された。現在、旧芝浦高チには、東京工業大学附属科学技術高等学校、東京工業大学田町キャンパスが存在する。旧松戸高チの跡地は、松戸中央公園などとなっている。ありがとうございます。